18歳から21歳の男性3人と16歳の女子高校生2人の5人全員が死亡しました。全員がほぼ即死したものとみられています。5人は近所に住む友人同士でした。現場は片側3車線の国道の直線部分で、乗用車がハンドルを切ったりブレーキを踏み